3の旅で新潟県を訪れているポコミとハッチ。実戦ではハッチが現在 ST 中もマイナス定ま。前回ボーナスチャレンジとして紙すき体験をすることになった2人だが、うまくできるのか。今回娘たちが紙すき体験にお邪魔したのは伊沢和紙工房欅。営業時間は平日の午前8時から午後5時まで。紙すき体験のほか、紙の原料である楮作りを体験することもできます。じゃあ始めさせてもらっていいですか、ね、お願いします。お願いします。じゃあこれから手伝っていただきます、はい、基本的に普通紙すきっていうともうできた状態ですくからスタートなんですけど、私は今この中に全部混ぜてません。で繊維がダマの状態で入ってますので、これかき混ぜてほぐしてください。まず冷たいっていうことを味わってください。入れていいですか。大丈夫です、入れて。めっちゃ冷たい。水だね。ちなみにお湯入れたり。うわお。普段はもうお湯入れない。うおー。うわあ。すごいとろろみたい、うん。それを混ぜてください。混ぜる？握らないで。あ、握らない？はい。難しいですかね。冷たいですかね。いや悔しいな。すごい。今日は暖かいぐらいなんです。ちょっと待って、何も手伝えないって。ごめんなさい。いや、いいですよ。でもね、実際私がやるとき道具でかき混ぜるので手を突っ込むってあんまりしないです。なぬなぬ、それ今言っちゃいますか、はい、そうか、はい、でも冷たそうね。はい、できました。はい、あのね、伝わったかな、めっちゃ冷たいんだよ、いや、多分相当ひどい顔をしたらしいんです。あ、ほんと？あの、なんかちょっと手突っ込んでみてくださいよって言ったら、すごい顔したから大丈夫みたいな。あ、めちゃくちゃびっくりした、寒すぎて。あれでお湯足したって言ってましたからね。言ってたね。あんなの、いや、ほんとに手が痛いんですよね。痛かった、びっくりした。我慢できる冷たさじゃなかった、もう。慣れかな。まあ説明しながらやってますんで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。あーはい、それでは紙すき体験スタート。真ん中ぐらいですよね。はい、真ん中ぐらい持って、最初化粧水立てた方がいいですね。入れるときに立てて、さっと入れて、さっと出すんですよね。はい、はい、流す。おー、はい、もう一回。いいね。原料を組み、すくことで紙の型を決めます。いい、ね、じゃあ次はいっぱい入れますよ。ガバッと入れちゃっていいですよね。ガバッと入れちゃってください。え、いきます。立てて立てて、はい、立ていいんじゃん。こぼさないように、はい、横です。横。じゃあ一回流してください。斜めにします。はい、いいね。難しい。はい、もう一回いきます。しっかり、今度横からです。上げたら横で。じゃあ水があるうちに斜めにして、はい、あー、できてる、できてる。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、はい、置いて、で、じゃあ枠を、はー、できてる。で、どうするんだったっけ、もう抜けてますよ私。はい、説明しますから大丈夫ですよ。こちらから押すんでしたっけ。下にくっつけるような感じで水を絞ってあげて、絞れてる時にちょっとだけ上げてあげる、ちょっとだけね。難しいでしょ。難しい。これ失敗するとどうなっちゃうんですか。めくり上がってきて髪が抜けます。抜ける。はい、え、その場所だけめくり上がってきちゃうので、あ、綺麗な四角にならない。あ、そうなんですね。あ、ならなさそう、私ので。このまま持ち上げて、ゆっくり片手で、もうちょっと前に出すように。そうそうそう、すごいすごい、できてる。ハチ感激です、はい、じゃあそのまま苦戦しながらもなんとか成功。こちら、はい、すごい、すごい、できてるじゃん。できてる。
そして次は機械を使って紙の水気を取る作業。ゆっくりですよね。これ難しそうだね。これが難しいんですよね。これが毛をこういう風な感じにして、そのまま上げて、次は熱した鉄板に紙を貼る。怖いです。破けないんですか？破けます。そこ見てくださいよ。え、嘘。優しく、じゃあ刷毛をまずポンと置いて、和紙離して、どっちの、こっちの、こっちの、こっちの、離してあげます、刷毛を。おお、はい、じゃあ上決めましょう。上を決めましょう。はい、じゃあ真ん中がまっすぐで、真ん中から左右に、はい、あ、できたんじゃん。もうちょい、はい、そのまま下でいいですよ。斜め下にやって、で最後下の方にして、できたんじゃん。クレープ焼いてるみたい。すごい。すごい上手じゃない？上手です。やったー、すごい上手いよ。ちょっと最後にさせてもらうんです。ありがとうございます。みんなやってるんですけど上手ですよ。いや、これ上手いよね。なかなか、うん、こういう針しっかり貼る人いない。すごい、素晴らしい。やったー。すごいよ。続いてポコミが挑戦。はい、じゃあ真ん中を持ってください。真ん中を持って、よいしょ。でちょっとですよね、はい、最初化粧水です。ちょっと入れて流してください。こんぐらいですか？はい、流してください。あ、ちょっと待って、流れないね。もう一回切って入れて流す。もう、はい、じゃあ次本好きです、はい、いっぱい作ってください。はい、持ち上げる、持ち上げる、立て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 、あまり動かないですよね、うん。立て立て立て、もうちょっと揺すった方がいいんですけどね。え、そうなんですか？そうです。え、なんか私なんかついてるんですけど、縁に、うん、ちょっとね。流してください。下手くそ。すでに下手くそ。大丈夫ですよ、髪に寄せますんで。はい、押して、押して水を切るような感じでちょっとだけ上げてあげる。あ、なんかちょっとついてきました。でもそうそうそう、ついてますかね、これ。はい、押すように、押すというか、前の方に。あ、こうですか？そうですね。え、大丈夫かな。この作業がなかなか難しいらしいが、ポコミも髪を傷つけることなく剥がすことに成功。はい、はい、じゃあこちらにください。はい、はい、はい、じゃあスイッチ入れます。思ったより脆い、触った感じが。あ、そこで、で、はい、もうちょっとめくってきて、ちょっとめくったら、はい、ここでハケを置いて、中指、薬指で持って、で、左手その角を持ってください。怖い、これ怖いですよね。はい、ゆっくりゆっくり。じゃあこちらの、ここに貼りましょうか。じゃあハケをまずポンと置いて、はい、和紙離して、はい、はい、刷毛を上げてください。あ、見てください、シワできたんだけど。はい、すでに。あっち上手いな。はい、はい、で、上でしたっけ？上決めて、はい、あ、シワできた、はい、できましたね。はい、これ治るんですか？検証しましょう。先生にも手伝ってもらい、なんとか作業完了。はい、じゃあ持ちます。もうちょっとすると乾くんですけど。乾いてきてる。もう浮いてきちゃってます。すごい。刷毛圧が多分ちょっと弱いと。あ、うん、すごい。ちょっと鉄板も熱かったかもしれないですね。触ってもいいですか？うん、こいつも緊張してるんだよ。触っていいですか？はい、これちょっとね、やけどはしないけど。あったけ、ね、あったけ、うん、ああ確かに。待つこと5分。いきます。はい、じゃあまずそこで。いよいよ最後、乾いた紙を鉄板から剥がします。いい感じですね。上に引っ張っていってください。
じゃあ両手でこちらの角を持って、はい、音が怖い。はい、取れました。破けないですよね、あの丈夫なんで。あ、おお、本当だ、すごい。破けません。初めて作った。嬉しいね、嬉しいね、嬉しい、いいね。いろんな質感がね、じゃん。そしてポコミも。音怖くないですか？じゃあこのまま上の方に引っ張っていってください。はい、じゃあ上、はい。すごい。これあれですよね。なんか空いてる時はなんか嫌だなと思いましたけど。なんか気になったけど、これすごい味があるよね。すごい思った。つき方によってやっぱ早く揺すると塵が乗りにくい感じですね。あ、本当だ、はい、全然違う。多分1、2、3でスピードがあったので。本当だ、私めっちゃついてる。めっちゃある、ね、せっかくなので先生に採点してもらいましょうか。あ、そうだ。スタッフの採点じゃなくて。はい、いやでもできた方ですよね。あ、ありがとうございます。本当ですか、はい、ありがとうございます。もうちょっと面白い髪ができるかなと思ったんだけど、皆さん綺麗に疲れてると思います。面白い髪って例えばどういう、表情が出てるのはここらですよね。これは一体どんな表情なんですか？これは1枚目化粧水して1回拭いた後に2回目入れる時に下から水を打っちゃってるので、これがめくり上がって、はぁ、まあ、そうなんだ。職人がするとそれは失敗になってしまうんです。ですよね、ですよね。でも初めて好かれたんですよね。はい、ね、はい。その中では非常に上手に好けたのではないかな。ありがとうございますですいただきましたよ。ですってよ、はい、非常に上手に好けたのではないかな。、うん、いただきましたよ。ということでチャレンジ成功です。ありがとうございます。ここからは実践に戻ります。今回旅娘がお邪魔したのは新潟県柏崎市にあるダムズ柏崎店。設置台数はパチンコ480台、パチスロ240台、最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。まあとりあえずそれでね、体験できたんだけどさ、絶対あれ奥深いじゃん。絶対奥深いね。あ、なんか色も多分つけられるって言ってたじゃないですか。今度はなんかこう絵付きの作ってみたいですね。押し花とかね。そんな中、ハッチはごめんなさい、ポコが終わっちゃいましたみたいだね。まあまあしょうがない。その直後、今度はポコミに。あ、インフィニティタイムはチャンス。7回続くと激アツかな。3、え、あ。完全にダメじゃん。4回継続で8点。ああ、でも赤でもフルーツ柄もあるからね。すると、おお、出た。フルーツよくもの。あとはかっこいいですか？赤カットインが出ないと辛い、辛いと思う。そんなカットインの色は、グッドタイミング。あ、赤頼みます。あ、この人がドキドキしてた。当たる瞬間までドキドキする。はい、ダメでした。久しぶりにガチクルー見たいんだけどな。私も見たいですね。しかもあれですよね、台によってどのマスに入る率が高いかっていう割合も出てきます。ああ、そうだね。だけどこれさ、全然狙えないからね。そうなんですね。だからいいんですよね、でも逆に。まあ、そう、狙えないようにしたんだろうけどね。ゴーゴーマリーめっちゃ出てる。ゴーゴーマリーまだ打ってないんだよな。打ってみたいんだよね。あのゴーゴーマリーの絵可愛くないですか？絵可愛い。可愛いよね。可愛いよね。あのさ、盤面のここになんかいっぱいいるじゃん、うん、かわいいし、なんかここら辺に電柱あってさ、なんかクラゲ、クラゲじゃなくてなんだっけあれ、クリオネみたいな、これですよね、電柱が、クリオネです、かわいい。ということで、はい、はい、私大当たりゼロ、特にね、はい、激アツなこと起こることなかったんですが、はい、ちょっとね辛いんで。そうですね、ちょっと辛いですね。辛いので
まあハッチはね、言うてもね、1回当たりして、はい、ね、2回目に初当たりでスティ入って、はい、今1箱ちょっと、はい、あるんですが、はい、まだマイナスですね。そう、私当たってないからね。そうですね、サダーですからね。そうなんで、まあちょっと大移動して気分変えようかなと思っております。そうしましょう、うん、はい、はい、ということで、はい、2台目に移動してきました。してきました。ハッチがジューシーハニー。はい、ジューシーなハニーを取ると思います。私はですね、さっきね、可愛いっていう話題になったゴーゴーマリン、可愛い、本当に可愛いです ね。一応初打ちなんで、まあちょっと分かんないことだらけなんですが、なんとか打っていこうかなと思います。はい、で、2人ともね、同じぐらいの確率だし、そうですね、早いじゃないですかね。ミドルだけど、まあ当たりやすい方のね、はい、感じだから、どっちもね、ST に入っちゃったら結構でかいんでね、頑張りましょう。頑張って出したいと思います。私、女の子を選んでますね。誰私ね、いるんですよ、あの可愛いなって思う子が。この子、あ、うん、結構人気だよね。あの、なんかこの間前説明した時も純真犯に打って、うん、この子にするみたいなこと言ったら、カメラマンさんもやっぱその子かわいいよなみたいな。やっぱ時代はショートヘアなんですかね。でも結構昔からショートヘアって好きな人多いよね。そうですよね、なんかそんな気がする。私ジューシーハリー全然わかんない。大丈夫です、あのなんかもうとりあえずおっぱいが揺れてるパチンコなんで。そんな中、いきなりポコミの台に？あ、なんだろう、もう全然わかんないや。え、これ赤でいいのかな？かわいい。ルルと、かわいいな。かわいいよ。はい、はい。いきなり貼ってミラクルルーレット。え、熱そうじゃないですか。いや、これもちろん6ラインがいいんだよね、多分。あれ？あ、まあまあなのかな？まあまあ、まあまあですよ。まあまあじゃない？めっちゃかわいい。5回のうち1回でも図柄が揃えば大当たりだが、果たして。最後ですよ。オーラ、これ緑、赤とかだといいのかな。またなんか発展したけど、いいぞ。さあ、果たして。頼みます。え？かわいいですね。ほんとかわいい。かわいいですね。ほんとかわいい。やばい、今のちょっと暑そうだったんですけどね。ちょっとよくわかんないね、今暑かったのかな。ちょっとどうなんだろう。ハッチはここで持ち玉が残り1箱に。ポコさん、やっと掴んだ1箱を使いますね。いや、私なんて当たってないからな。いや、これからですよ。これね、ST 入っちゃえばでかいね、ほんと。継続率高い、高い、82% ある。やば。お、マリンちゃんだ。お、3コンボ。あ、言ってよ。すごい顔だったよ。6回受ける。すげえブサイクになってた。6歯がそう6。あれ、ピンクイルカだ。お、チャンス目。でも青保留だよ。なる瞬間見れるんですよ、私今度こそ。顔、あ、ロックスからじゃないの。びっくりしすぎでしょ。かわいい。そんな中、ハッチに桐さん。でもミニキャラ3匹しかいない。3人
で多分あんまり強くないのかな。外れた。今のなればチャンスだったの。今ので多分なんか起きればなんかだったんですよ。今の多分もう普通に外れです。待って、あ、必ず進撃出るんだ。出ない時か出る時があります。ハッチは重心派に結構打ってんだっけ。2回目です。私が、あ、そんなあれだ。こんな肉々しい台打つと思いますか。いや、わかんないけど別にそう思わないけどとも言えないんだけど。いやいや、アニメのおっぱいが好きで。あ、実際はあんま好きじゃないの。ひがみしか出てこないです。あ、そう。なんで今あってたんですか。今なんであってたんですか。ひがめって聞こえたから。だから多分魚に侵されてんだと思う、なんか今。なるほどなるほど。私結構男目線だからさ。基本的に。なんでですかね。ちょっと違うんですよね。え、しかも当たった試しがなくて。あ、なおさらですよね。今負の連鎖ですよね多分。なんか ST に入っちゃえば全然足出すとすごいっていうのを耳にしたことがあるんで、当ててはみたいなとは思うんですけど、生地しびれてなんかこう気合が入らない私がいるっていう。あ、じゃあ合わないんだよきっと。多分、ね、向こうこっちも私のことあんまよく思ってない私もうちょっとエロくてもよかったかなと思うんだよね。確かに、うん、なんかもうちょっと手ぶらとかそういうのダメなのかな、わかんないけど。ポコさんってやっぱなんかたまに本当に究極にエロいこと言いますよね。手ぶらエロいか。エロいじゃないですか。やばい、エロいけど、なんだろう、別にそこまでやばいエロいではないと思う。まあ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 確かに。なんだろうね、だから実写版萌えかっこいいみたいな服装もやっていいと思うんだよ。確かに。え、だから多分その代わりの 3D なんですよね多分。いや、3D にするならもうビキニ脱いでほしいから。ダメです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 。はいはい、あの先端のやつどうするんですか。先端ありで。あダメだね無理だね。そんな話をしているとポコミの台に変な顔してる。マンボマンボマンボ変な顔してる。突っ張ってる突っ張ってる。目目目目目が目が目がすごいね、思いっきりやってくるね。かわいい。いやでもそのぐらいの勢いがないですよなんか赤かったぞ。その名の通りドデカズバラになればチャンスだが、あ、ドデカになったっていうことで OK？ 頑張れ頑張れ頑張ってほしいんだけど。頑張って頑張れ頑張れ。スタート。あります。あ、残念。まあ可愛いからね。なんかもう全部茶番に見えてきたんだけど。いや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 。しゃあないしゃあないしゃあないっす。そしてさ、昨日さ、はい、一日中寒かったじゃん。結構。本当にひたすらどこ行っても寒かったです。ね、スキーもまあ外だし山だからさ寒いし。その後のさ和紙もさ山奥だったから寒いし手寒いし。そうなんですよ。ずっと冷えててさ、やっとホテル着いたって感じだったじゃん。しかも超お腹空いてさ。はい、ということでビジネスホテルに到着いたしました。お疲れ様です。
お腹すいた。それですよ。遊びっぱなしでご飯食べてないですからね。スキーやって以来ね、もう超お腹すいててさ。ちょっと不機嫌で、お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。疲れた。それではこちらをどうぞ。何？え、ガチでコンビニ弁当ですか？マジで？しかも偏ってるし。本当に？当時コンビニ弁当だったけどさ、ねえねえねえ、もう少しうまくだったけど、新潟に来てコンビニ弁当ってひどくないですか？本当にそれやっちゃう？そりゃルールですから。信じらんな。ひどい。血も涙もないね。ないね。ないですね。もう、もうじゃあもうさっさと部屋行こう。もう今日はこれでおしまいです。うん、はい、お疲れ様です。おやすみ。じゃあやっとホテルで温まってご飯だって思ったらさ、コンビニ弁当マジで出してきたから。そう、なんか選びもできず、ただ買ったものを渡されて。せめてね、せめてコンビニに行って選びたかった、ね、そう、あのセブンのおでんとか食べたかったんですよ。そうっていう話もしてたよね。もう最悪ね。まあね、その食事を決めるときに出さなかったね。そうですね、悪いんだけど、はい、悪いんだけど、まあ、一日頑張りましたと。だから、ね、そう、なんかせめてこうおでんとか食べたいねとか、ちょっと肉まん食べたいねみたいな話をしてたんですよ、ね、あ、高いもの食べたいねって。そう、はい、でさ、なんか勝手に 選んで、そう、選ぶ権利なかったの私。勝手に弁当を渡されて、ちょっとぬるいし。それしかももう持ってきてくるときにはもうお弁当斜めになっちゃってて。そうそう、めっちゃ寄ってたし。寄ってるよみたいな。ひどい話ですよ。なんかその辺うまくね、やってくれればいいのに。ちょっとさ、ね、リアルにコンビニ弁当と思わなかったし。だって私和紙の、それこそ和紙のさ、ボーナスチャレンジって言うから、ご飯だと思ったの。ご飯、ご飯グレードアップかなって。新潟に行ってコンビニだよ。どこにでもあるですよ、コンビニは。まあ、まあ、美味しかったけどね。いや、間違いなく美味しいですけど。それでさ、はい、とりあえずさ、疲れたっちゃ疲れたじゃん、いろいろやって。いや、疲れました。で、私さ、珍しくてさ、本当に珍しいんだよ、私あんな格好に寝てんの。あれ、朝の話ですか？朝の話ですか？結構根に持ってるからね。結構根に持ってるから、ひどい話だよ。おはようございます。恒例の寝起きドッキリでございます。本当だったら私がされる予定だったんですけど、お子さんよりも早く寝て逆寝起きドッキリをやろうということで朝頑張りました。次回いよいよラスト、恒例の寝起きドッキリでついに、そして視聴者プレゼントはゲットできたのか、番組の最後には重大発表も。次回もお楽しみに。旅娘。